どうもこんにちは、アロハチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダードライブタイプスペシャルということで、もうついにね最終形態、まあこれは映画で見てた姿ですけど、本当にね最終形態、もう仮面ライダードライブはかなりいろんなシリーズ、まあいろんなパターンを全て網羅してきた感じがありますけど、ついに最終段階に来てる感じがありますね。ということで、このねタイプスペシャル、映画見てない方はどんなんだったのかなとかいうこともあると思いますし、映画見た方でもねちょっとうろ覚えだったりっていうのがあると思うので、早速見ていきましょう。では気になる外箱がドン、こんな感じ。はい、裏面から出てしまいましたけど、タイプスペシャルですよね。結構色鮮やか、あ、ここまで濃かったんだっていうのはねちょっと個人的にも思いましたけど、顔立ちもねちょっと普通のドライブからは変わってる感じがありますね。ただなんかスペシャル感は本当にすごいですね。で、表はこんな感じ。あー、ドライブね、ドライブ関連こういう感じですよね。もうねちょっとこのパッケージだけではわからない部分もあるので、早速開封していきたいと思います。まあね、見てくださってる皆さんもドライブとかって好きな方多いと思うんですけど、史上初のね車の仮面ライダーでしたけど、コメント欄からねぜひドライブのどのタイプが好きでしたとか、あのそういう情報もいろいろ教えてくれると嬉しいです。ということでいきましょい。はい、かっこいい。はい、綺麗。めちゃくちゃ鮮やかですね。ここのタイヤの部分はドライブ感がまあ唯一じゃないですけど残されていて、すごくいい感じですね。はい、そして手首パーツからねちょっといつもと違いますけど、確認すると、これが武器パーツを持つ手、そしてこれが開いている手と、こっちもまあやや開いている手、ちょっとね差はあんまりないかもしれないですけど、でこれが人差し指が立っているバージョンですね。この4種類がついてます。でフィギュア本体にはこのねグーの手首が2つついてますね。それでは早速本体見ていきましょう。本当に鮮やかで、タイプネクストのここら辺の造形が残ってますよね。で、顔立ちはこんな感じですね。ここら辺めちゃくちゃドライブ、この後ろもすごいドライブですけど、顔はちょっと違うかな。はい、通常のドライブと比較するとこんな感じ、ちょっと目元が小さくなってる感じですかね。まあただ思ったよりも、ドライブの印象を受け継いでる感じがありますね。で、胸元というか、ここら辺体のパーツはこんな感じで、これはかなりタイプネクストを引き継いでるんですよね。こんな感じ、もうほぼほぼ胸の部分は一緒だったりとか、あとこのタイヤの部分の黄色い感じがこういうところに刻まれていってる感じですね。で、ベルトは同じで、腕とかもタイプネクストが強く出てますね。ここら辺の模様とかは一緒ですけど、色合いが黄色になってます。で、ここら辺ももうほぼほぼ同じですね。タイプネクストが結構メインで出てますね。で、色合いが黄色は結構入っているという感じで、まあドライブのタイプスピードと比べるとかなり変わってますね。まあ顔立ちが少し近いかな。で、後ろ側はこんな感じで、後ろもかなり色鮮やかですね。で、あ、この後頭部、これがもう完全にね、ドライブのタイプスピードを受け継いでますよね。ということで、まあ親子のね力が合わさったこのフォームなんですけど、本当にかっこいいと思います。で、顔立ちに関しては、個人的にはタイプネクストの方がかっこいいなというのは思いますけど、まあいろんな思いね、この親子の絆っていうところを考えると、このタイプスペシャルめちゃくちゃ好きですね。本当にかっこいいですし、まあ色合いも本当に近未来で、今まであんまり仮面ライダーで見たことないようなデザインなので、これも本当にまあ映えますよね。動画にしても映えますよね。さらにね拡大するとこんな感じ、目元もねかなりドライブな感じですよね。いつものドライブの感じがありますね。ついているシフトカーはタイプスピード、タイプワイルド、タイプテクニックの3種類がついてますね。で、ここには、タイプスペシャルのシフトカーかなですね、がついてますね。シフトカーも本当にね懐かしいですよね。めちゃくちゃ集めましたけど、もうドライブから考えると、ドライブが終わって、ゴーストが終わって、その後エグゼイドが終わって、で今ビルドということで、もう4つも前、4年前か、
になると思うんですけど、もうこうやってね SH フィギュアーズが出てることもあってか本当に色褪せないですよね。もうつい最近まで放送されてた感ありますよね。でまあ映画にね登場したりもしてるんでそういうのもあるかもしれないですけど、まあ本当にいつまでたっても色褪せないし古いライダーっていう感じは一切ないですよね。はい。で付属のね手首パーツを付け替えることでこんな感じのねしんのすけの決めポーズも再現することができますし、こういうね一っ走り付き合いをポーズもすることができますね。まあこのね同じようなポーズを取るにしてもかなりやっぱりデザインの印象が違いますので、まあまたね新鮮味がかなりあってかっこよく見えますよね。はい。3体並ぶとこんな感じで、なんかねタイプスピードがかなりちょっと昭和感じゃない、もう平成ライダーなんですけどね、やっぱり古くもないけどこの2つがね未来感やっぱり半端ないですよね。でその未来感をこのデザインで出せるっていうのが本当に素晴らしいと思いますし、もうねいろんな感じを楽しめて本当に楽しいですよね。このねタイプスペシャルももう劇場で登場したぐらいで多分今後ね見ることはあんまりないかもしれないですけど、まあかなりね貴重で本当にかっこいいデザインなので、このねアーツ化されたのは本当に嬉しいですし、これからもねストップモーションとかで、できる限り使っていきたいなと思います。まあ劇中でね見れないものを、まあ、このアロハチャンネルの動画の中で、まあ、動いて、まあ命を吹き込むって言ったらね大げさですけど、まあ、動かすことで、まあ、いろんな方に楽しんでいただけると本当に嬉しいです。はい。ということで今回はこの仮面ライダードライブタイプスペシャルをレビューさせていただきました。ぜひねチャンネル登録とかコメントが力になりますのでよろしくお願いしたいと思います。ということで今回もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。